はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日もまた新作ゲームの情報を紹介していきたいなと思います。本日の内容はこちら、フォースポークン新予告編が公開、新要素を解説ということでね、フォースポークン先日のプレイステーションのステートオブプレイでね、新しい予告編が出ておりましたので、今日はそのことについてね、ちょっと紹介したいなと思います。で、本日の動画の概要なんですけれども、まずフォースポークンがどんなゲームなのかというのをね、しばらく間が空いてしまったので、またちゃんとね、一回紹介して、で次に新しく出てた予告編の映像をね、一緒に見ながら解説して、でこのゲームストーリー重視なところがちょっとあるので、ストーリーのねあらすじを軽く紹介して、で最後にまあ製品版の情報を紹介して終わりにしたいなと思います。すでにね、来年発売されるDLC、 ストーリーのね DLC コンテンツのこととかもね、もう予約特典とかに入ってたりするので、まあ、その辺のこともね含めて紹介したいなと思います。いやでもね、このゲームもね、実は今年一番楽しみにしてるっていう人もいるぐらい、かなり期待されてるゲームなので、非常にね楽しみということになっております。ではですね、フォースポークンどんなゲームかと言いますと、三人称視点のアクション RPG ということになっております。オープンワールドかどうかははっきり言われてないんだけれども、そこまでオープンしてないのかなという感じですね。けどまあセミオープンワールドじゃないけど、ある程度の自由度はもちろんあると思うんですけれども、アクション RPG というジャンルみたいです。でシングルプレイでマルチとかはないということになっております。でファイナルファンタジー15の開発人とか、あとアンチャーテッドとかゴッドオブウォー、バイオショックとかに制作に関連していたねスタッフとかも参加しているということで、かなりね期待が集まってるゲームとなっております。で世界観自体は、まあ、俗に言う異世界転生ものみたいな感じで、ニューヨークにいた女の子がひょんなことでそのファンタジーの世界に入っちゃって、で入った時になぜか魔法が使えるようになっていて、でそこでまあ勇者みたいになっていくみたいな、なんか本当鉄板のストーリーみたいな感じなんだけれども、ただグラフィックとかアクションとかがめちゃめちゃ綺麗で、今までにないようなね独特のスタイルを取っているということで話題になっております。で開発はスクエアエニックスからスピンオフしたルミナスプロダクションというところで、販売はスクエアエニックスがやるということになっております。でゲームエンジンは独自開発のルミナスエンジンというのを使っていて、それがねこのなんていうのかな、人とかの描写がまるでリアルなね人のようになっているし、その戦闘とかの描写、魔法の描写とかですよね、あれがものすごく綺麗だということになってるんですね。やっぱいいゲームにしていくには独自のねゲームエンジンが必要だって言われていますからね、自社のねゲームエンジンを使えるというのは、まあ、技術力の証明でもありますからね、すごいなと思いますよね。で発売が2022年今年の5月24日発売予定だったんだけれども、延期されて10月11日に変更になってるんですね。まあ、これはそのゲームのクオリティを高めるためにやむを得なかったということになっております。で嬉しいのが日本語音声完全対応ということで、声優陣がねまたすごい豪華なんですね。まあ、個人的にはあの予告編に出てきたボスがキャサリン、銀魂のキャサリンの声なんですよね。だから私キャサリン大好きだったんで、そのボスが出てくるとキャサリンにしか聞こえないんですよ。だからキャサリンがね襲ってくるみたいな感じでめちゃめちゃ楽しいんだけれども、まあそれは置いといて、対応プラットフォームはプレイステーション5次世代機専用なんですね。 PS5 専用タイトルで、あとは PC でも Steam と Epic でも、あとはマイクロソフトストアでも発売されるのかな、 PC でも発売されるということになっております。で、すでに有料の追加ストーリーが配信されることが決まっていて、これが2023年の春になっていると、あの発売日延期と一緒に来年に延期されたということになってるんだけども、デラックス版を買うとこの有料 DLC ストーリーのね DL 追加ストーリーがついてくるということになってるみたいです。それではですね、ステートオブプレイで公開された新しい予告編の映像をね一緒に見ながらいろいろ解説していきたいなと思います。でオリジナルの動画が見たい方はね概要欄にリンク出しておきますので、ぜひねオリジナルの方も確認してみてください。音楽とかねめちゃめちゃかっこいいので、あと効果音とかもねすごい良かったので、ぜひねそちらもチェックしてみてください。でこちらがですね新映像なんですけれども、もう最初初っ端からですよ、めちゃめちゃ綺麗だなという感じですよね。で今回一番最初に大きく出てきたのがド派手なドラゴンなんですよね。この巨大なドラゴンが結構いいアクションをしてくると、これはムービーシーンかもしれないんだけれども、でもこの戦闘はゲームプレイだと思うんだけどもね。で足を強化してるのか、機動力がねやたら増していて、空中でもジャンプしてるみたいな感じなんですよね。でこのドラゴンがね優雅に飛ぶ空のね映像が素晴らしいということで、
で敵もねこうやって空を飛んでやってくる強敵っぽい魔法使いみたいのが出てくるって感じだよね。これも新しく出てきた敵ですよね。やっぱ独特なのが空中での多段ジャンプみたいなのを多用して戦っていくってところかもしれないですね。空中戦みたいのが多くなるのかなって印象だよね。あとこのね新しく出てきた無知での範囲攻撃みたいなのもねすごいよね。でまた新しくね出てきた炎の骸骨みたいなやつもね新しく出てきた敵ですよね。いやーこのね魔法の描写が素晴らしいなって感じでほんと綺麗って感じ でこれは2人組の獣とドラゴンみたいなタイプの敵ですよね。でも主人公はもう空中をくるくる回って飛んでるんですよね。だから気になるのがその空中でくるくる横に回ったりしてることなんだけども、これがもしかしたら空中でのドッジ回避みたいなことになるのかなと思って、この横ロールですよね、横ロールがもしかして空中でね地上でいうドッジロールみたいな感じになるのかな。だから空中での回避、空中での多段ジャンプでの戦闘とかが、まあ、どういうアクションになるのかねすごい気になるなって感じですよね。コントローラー操作どうやってやるんだろうみたいな、まあ、そんなに関係なくピョン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 、ね、2段3段4段ジャンプとかできるのかなって気がしますけれどもね。じゃあ気になる新要素をねまとめておきますけれども、まずですねドラゴンなどの大型エネミーが多数出てきそうということですよね。で機動力に優れたハイスピードなアクションが期待できそうかなと。魔法っていうからね詠唱してなんかゆっくりなって気がするけれども、フォースポークンの場合はこの素早い動き、機動力を強化した素早い動きと、あとは魔法もほとんど詠唱しないで剣を出してバーって切ったり範囲攻撃したり、あとはマシンガン、岩をねマシンガンみたいに飛ばしたりとか、そういう攻撃ができそうですよね。だ結構ハイスピードなキビキビしたアクションができるんじゃないかなという印象です。で範囲攻撃がやっぱりド派手な感じですよね。この魔法の描写がドーンっていうのがね、どれくらい強力なのか分かんないけれども、まあ一発でこの無知のね範囲攻撃とかも周りの敵を一瞬ぐるっとしてやっつけてるっぽいから、ちょっと範囲攻撃に期待できそうかなってことだよね。これやっぱ映像がめちゃめちゃ綺麗ですよね。これはなんかね綺麗綺麗、本当なんていうのかな、美しいって感じだね。しなやかな感じの綺麗なんだけれども、なんて言ったらいいか分かんないんだけど、まあ皆さんはねどう思いますかって感じですよね。あとは操作感ですよね。空中でのアクションが多いってことだから、空中でね魔法を打ったり近接に突っ込んだりとか、そういうのがどういう操作でねできるようになるのかというのが、新しい操作感がね期待できそうで楽しみだなって思うんだけれども、まあそんな感じとなっております。ではですねストーリーのあらすじを軽く紹介しておきたいんですけれども、まず主人公はフレイ・ホーランドという21歳の女性なんですね。見た目もちょっと若そうかなって感じなんだけどね、綺麗な感じの子ですよね。でフレイは現代のニューヨークでいじめられっ子としている普通の女の子みたいな感じなんですね。女の子って言ってるのは21歳女性だよね、女の子じゃないよね、女性ですよね。でそこで突然アーシアという不思議なねファンタジーの世界へ転送されてしまうということなんですね。でなぜかそしたら右手にねカフという魔法のブレスレットがついていて、こいつは意識を持っていて喋ってくるということで、もしかしたらカフがね転送の原因かもしれないんだけれども、まあ、とにかくこいつが魔力を主人公に与えてくれたということで、主人公はねこのアーシアの世界で魔法使いになるということなんですね。でアーシアは謎の霧が広がっていて、それに入っちゃうと人はもう狂ってモンスターになっちゃったり、もしくは死んじゃったりということらしいんだけども、その霧のせいで滅亡寸前になっているということらしいんですね。なんだけれどもアーシアの国の支配者タンタというらしいんだけども、こいつらが一応ボスということみたいなんだけども、タンタはかなりもう行っちゃった存在らしくって、もう狂気じめてるということで恐怖政治みたいのをやっていて、そいつらをやっつけていかないと元の世界には戻れないということみたいなんですね。なのでねストーリーだけ聞いているとなんかナルニア王国みたいな感じの異世界転生ものかなとか、なんかそんな感じなんだけれども、ゲーム自体はハイクオリティのねゲームが用意されているということですよね。ではですね最後に製品版の情報を紹介して終わりにしたいなと思います。フォースポークン2022年の10月11日発売予定ということで、通常版が9680円税込みで、これは各種ね Amazon とかいろんなストアでのね特典がついてるみたいなので、ぜひねそのストアチェックしてみてください。でデラックス版があって、これは 14,080 円ということで、サウンドトラックとかその来年発売の DLC コンテンツが含まれるということになっております。あとは DLC に関してだけれども、何日かの先行プレイ券みたいのもついてくるみたいですね。あの製品版の方は先行プレイできないんだけれども、 DLC の方には先行プレイ特典みたいのがあるみたいです。でリミティッド版もあって、これはパッケージ版限定になるんだけれども、
22,000円で T シャツとかアートブックが送られてくるということみたいです。あとは予約特典でねもらえるネイルとかそのマントとかいろいろねあるみたいです。で対応プラットフォームはプレイステーション5と PC、Steam と Epic ということになっております。詳しいもっとね内容が知りたい方は概要欄にねリンク出しておきますので、ぜひそちらの方からね公式サイトをチェックしてみてください。いやフォースポークンもねすごいね楽しみだなと思うんですけれどもね、まあ、10月にちょっと延期されちゃったからねすぐではないんですけれども、またねなんか新しい情報とか面白いねニュースとかありましたらお知らせしていきたいと思いますので、まだの方はよかったらチャンネル登録とかよろしくお願いいたします。それではラビットでした。皆様の陽気フォースポークンライフをお祈りしております。ほいじゃまたね。